ルデスクトップは、マイクロソフト独自の RDP プロトコルのフリーかつ、オープンソースのクライアントである。GNU General Public License でライセンスされ、BSD や Linux などの X Window システムを使用する、UNIX 系システムで利用可能。2013年8月現在、ルデスクトップは RDP5.2 プロトコルの大部分を実装しており、 以下のような部分を含む、以下の機能などは実装されていない。リモートデスクトップサービスの動作しているマイクロソフト、Windows に接続するのに使われる。対象となる Windows は、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows Server 2008R に Windows 7である。Linux ベースの新クライアントでも使われている。ルデスクトッププロジェクトは2001年4月に SOURCEFORGE.net に移転し、短期間のうちにコミュニティは拡大した。しかしその後、開発者の入れ替わりがなくなり、ルデスクトップの開発が滞り始めた。 2011年4月、Linux の端末サーバとと、新クライアント PC を手掛ける、センディオ社のピーター・アストロンドが、プロジェクトのキックスタートを宣言し、センディオ社がリーダーシップを取ることとなった。2011年4月18日には、ほぼ3年ぶりとなる、バージョンアップがなされた。ありがとうございます。